ッシュ、デコボコガールズキャンプ。背景、美里先生。またまたエルフの森を離れ、ランドソルに仮住まいを構えてから3ヶ月が経ちました。これが何通目のお手紙なのかもう覚えていません。人手不足が発生したおもちゃ工場のヘルプの依頼と、セントテレサ女学院のカリキュラム変更による急な特別講座が重なって、エルフの森に帰るのはまだ当分先のこととなりそうです。ですがランドソルは刺激が多く、毎日多くの人と関わっているため、ぼっち卒業のチャンス到来だと前向きに捉えています。今日も午前はバイト、午後は特別講師として頑張ります。かしこ。よしよしよし。うんうん、葵くん、今回もしっかり働いてくれて助かるよ。工場長、お疲れ様です。事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開で頑張ってますよ。私みたいなぼっちエルフなんかの力でよければ、いつでもお貸しすると以前の短期バイトの時に誓いましたので。私の方こそもう一度こうして工場の皆さんと働くことができてとっても嬉しいです。疎遠にならずに済んで安心しています。この子は大丈夫マイフレンド君 V4 カスタムといって、私の友達です。よかったら、その私と、ううん、私たちと一緒に遊びませんか。かっこよくカスタマイズしてくれた場所に凱旋だってマイフレンド君も喜んでいますよ。そう言ってもらえて連絡した甲斐があったよ。従業員のみんなが帰省休暇を取ったり、パパイク級に入ったり、そんなことが急に重なって人手が足りてなかったからね。重なるといえば、葵くんも他にもランドソルで用事があるんでしょう。確かあのセントテレサ女学院で特別講師だっけ。ええ、以前に編入生として入った縁もあって、あちらにもまた呼んでもらってるんです。そっかそっか、私が手紙を出した時にはもうランドソルに来ていたんだもんね。あの時は最短で連絡がついて本当に良かったよ。私もすぐに駆けつけられて良かったです。あ、そうそう、今日も午後からは講座があるんです。お昼になったら失礼させていただきますね。そのつもりでシフトを組んでるから遠慮なく行ってらっしゃい。ただあまり無理はしちゃダメだよ。なんて言ったって体が資本だからね。いえ、こんなぼっちの私でも求めてくれる人がいれば、ぼっちなりにぼっちの全力を振り絞って力になる所存です。多少の無理くらい、ずっとぼっちとして過ごしてきたこの十数年の苦労に比べたらどうってことありません。では今日のノルマを目指して、事故ゼロ、怪我ゼロ、効率全開。ごき。ご起立ください。はい。今日もいきなり間違えてしまいました。ごきげんようと麗しく発音しなければいけないところ、まるでぼっち卒業の初心表明会みたいな堅苦しさが出ちゃいました。いや、待ってください。いえ、誰に待ってもらうかはさておき、講座を始める挨拶なんだし、起立を促すのは間違ってないのでは。だったらこの流れで。ごきげんよう。ごきげんよう。では特別講座を始めます。今日の議題は、なんとか挽回できましたね。というか、もしかして私ちゃんと挨拶できるようになってきた。
きげんよう。ごきげんよう。やりました！ごきげんようを完璧にマスターしちゃいました。初登校の日、緊張のあまり正門の前で生まれたての小鹿のように震えていたあの頃の私はもういません。ランドセルに仮住まいを構えたことで慣れてきたようですね。では挨拶に続く次のステップ、雑談に挑戦してみましょう。ごきげんよう、葵先生。ごきげんよう。ところでいい天気ですね。今日は晴れですが、明後日からどうやら天気が崩れるそうです。いや、天気が悪いと気分も上がらないですよね。だからといって遅刻は厳禁ですよ。でも足元には注意してください。そうですね。できれば私たちのこの会話のようにカラッと晴れた中でこの学園の正門をくぐりたい。すみません、次の授業に急がねばなりませんので。では失礼します。ごきげんよう。あれ、ねえ、葵先生って前からあんな様子だったかしら。そんなことは、少しばかり変わった人でしたが、先ほどのように押しの強い方ではなかったはずですわ。きっとお疲れなのよ、毎日お忙しいようですから。よしよしよし。女学院でも挨拶はできるようになりましたが、まだ雑談はうまくできないんですよね。昨日は万人受けする天気の話題を選んでみたんですが、あ、そうか、私のダサい森っぽさが気になって会話に集中できないのかも。そういうことなら、ここは一つ、エルフの森出身の13歳ではなく、ランドソルで暮らす（仮住まいですが）13歳として若者らしい態度で接してみましょう。都会のノリはだいぶ覚えましたから、これくらい朝飯前のバリ楽勝なイージーステージっしょ。なぜセントテレサ女学院で若いピチピチな女生徒と接してったらよ。 It's lunch time! Hey みんな、いつものお店のいつものあれ食べに行かね。どうする？ん？テイクアウトでなんか買ってきてあげるよ。今日は女学院に行かない日でしょ。だから葵ちゃん、君は座って待っていて。いい？わかった。あれ、おい、まずいことになったぞ。葵ちゃんが働きすぎておかしくなっちまった。ああ、まずは校長長に相談だ。ランチなんか食ってる場合じゃねえ。ぼっち卒業できませんでした。バイト仲間とのランチも失敗。やはり友達100人への道のりは長く険しいです。この3ヶ月間毎日のように都会の人と交流を重ねて、私のコミュ力も高まっているはずなのに、友達ってやっぱり遠い存在なんだな。元気いっぱいですよ。あ、そうそう、聞いてください。なんとセントテレサ女学院でごきげんようマスターになったんです。これも毎日毎日頑張ってる成果ですよね。友達が100人持てる人に向かって一歩一歩確実に前進できています。ランラルンランラランラルンラランラルンララララランラルンララルンララ。そんなことありませんよ。あるわけないじゃないですか。むしろ今頑張らないでいつ頑張ればいいのでしょう。今じゃないですか。今以外に考えられませんか。だって今は空前絶後の超絶怒涛のぼっち卒業チャンスなんですもん。友達作りの練習ではなく実践ができているんですから。もう一度おもちゃ工場とテレサ女学院に戻ってきたことで、かれこれ3ヶ月くらいエルフの森には帰れていないことなんか、全然これっぽっちも私のぼっちスピリットにとってはどうってことないですよ。
前までの私だったら半日も持たずにホームシックになってましたが、ランナーズハイのその先の境地って感じで、むしろすがすがしい気分です。健康的な心の汗をかくことで日々の成長を実感しているんです。まあこれが都会に適応したエルフの証ですかね。それくらい私の生活が充実してるって証なんじゃないでしょうか。それに私の頑張りはあなたにもメリットがあると思うんです。だって私に友達ができればその人をあなたにも紹介できますもん。そしたらあなたもぼっち卒業ができて友達の輪が広がります。ウィンウィンですよね。オールハッピーですよね。ということで友達作りの実践に向けた準備をしてきます。次にお会いするときには私の100人の友達を紹介しますね。私の未来の100人の友達の皆さん、どうも。私はあなたたちの未来の友達の葵です。もうすぐ友達になれるので待っていてくださいね。それではただいまと。なんて私以外に誰もいませんから、返事が聞こえたらびっくりですけど。でもエルフの森から連れてきた草花さんたちの声は別ですけどね。さてと、今日の反省会を始めようかな。では草花さんたち、傾聴をお願いいたします。静かに耳を傾けてくれてありがとうございます。その素晴らしい姿勢に敬意を表します。第100回を目前にしてこの回にも慣れてきましたね。では本日の振り返りから。カクカクしかじかと、まあこんなところでした。どうでしょうか、草花さんたちの感想を聞かせてください。ランドソルという都会の荒波にすっかり慣れきった私は、もう多少のことではへこみませんよ。今日も率直な意見をお願いします。熟考中ですか。あれれ、草花さんたちの声が聞こえない。どうしたんですか。もしかしてどこか調子でも悪いんですか。いやでも今朝もちゃんとたっぷりお水もあげたし、肥料も欠かさず食べてもらってるし。自分の声はちゃんと聞こえますね。ん？私の耳に異変はないし、草花さんたちの調子もいいはず。だとするとおかしいのは、私の体でも草花さんの調子でもなく、草花さんたちと共鳴する私のぼっちスピリット。いえ、まさかそんな。子供の頃から自然の生き物たちとの会話だけが得意だったのに。でもどうして今、前に編入生として行った時や初めて短期バイトをした時はこんなことには。だってあの時の方がランドセルに慣れてなくて、毎日毎日てんでこまいでしたもん。あの頃に比べたら3ヶ月も森に帰ってないことくらいなんてことないのに。もしかして前は短期間で終わってすぐにエルフの森に帰れたからなんともならなかったとか。そっか、森から離れてもう3ヶ月だもんね。こんなに長い間エルフの森を離れたことって今までなかったから。だから私のぼっちスピリットは自然を忘れてしまった。ということは今の私はぼっちのエルフではなく、もっとたちの悪いぼっちのおのぼりさん。どうしましょう。私が自然成分を失って自分も見失っていたから、人と接するテンションの設定が間違っていることに気づけませんでした。今は空前絶後の超絶怒涛のぼっち卒業のチャンスなんかじゃなく、ぼっち史上最強最大の絶体絶命の崖っぷちの限界ギリギリのピンチ。こんな落とし穴があっただなんて。やっぱり都会は
怖いところです。でも今気づけてよかったかもしれません。まだきっとなんとかなるはずです。草花さんたち、このことを教えてくれてありがとうございます。自然の皆さんにはいつも助けてもらってばかりですね。そうでしたね。今は私の声も届かないんでした。このお礼を届けるためにも一刻も早くボッチスピリットを癒さなきゃ。こうなったら久しぶりにやるしかありませんね。今の私にできることはもう一つしか残っていません。ボッチのエルフに残された最終手段、あれを始めましょう。働いてかいた汗、緊張と不安で乾いた喉、カラッカラになった体を潤すにはこの麦シュワしかないわ。麦シュワはうまいし、おつまみもうまいし、飲み仲間とのおしゃべりも楽しいし、これ以上何を望めばっていうのかしら。働いて飲んで、働いて飲んで、働いて飲んで、もうここ最近ずっとそんな感じだわ。毎日毎日同じことの繰り返しよ。はっはっは、相変わらず今日も出来上がっているね。でも麦シュワに飽きているのかい？ううん、いつも変わらず最高よ。だって麦シュワだもん。それは間違いないわ。でも近頃なんだか本当に、とりあえず麦シュワって感じなのよね。私の生活の1サイクルといえば聞こえはいいけど、反面流れ作業になっているところがあるな。だからこう、なんていうか、麦シュワを初めて口にした時のような感動を今もう一度味わいたいのよ。わかるよ。私もついこの前まで同じようなマンネリ感を抱えていたからね。麦シュワ歴40年の私から言えるのはただ一つ、それは、それは淑女よ山に行け。はい。ほら、最近ランドセルでキャンプが流行ってるだろ。先月私も山奥のキャンプ場に家族で行ったんだよ。そしたら野外で飲む麦シュワが格別の味だったんだ。やはりキャンプ飲みにハマってしまったよ。キャンプ飲み、それって野外で飲むってことよね。ああ、大自然の中で小鳥のさえずりを聞き、新鮮な空気を吸い、星を眺め、そして誰にも邪魔されないで麦シュワと真っ向から向き合う。ランドソルのこういった飲食店で飲むのももちろんいいが、キャンプ場で飲む麦シュワはまた別次元の体験さ。だから出張だのなんだのと理由をつけて、ここのところ週末はずっとソロキャンプさ。家族の前で満足いくまで飲むのは気も引けるからね。キャンプ飲みか。そもそもキャンプなんてやったことないけど大丈夫かしら。ああ、最近のブームのおかげでいい道具も安価で手に入るし、キャンプ場のホスピタリティも充実してるから心配なんていらないさ。まあとにかくマンネリを感じてるなら一度キャンプで麦シュワを飲んでみるといい。最高の一杯はキャンプ場にあるのさ。飲みすぎて記憶をなくす前にオーダー表の裏にメモっておくんだね。
最高の一杯はキャンプ場にあるか。うだうだ言ってても麦しわのマンネリは解消されないし、ダメ元で試してみるのも悪くはないよね。わかったわ。ソロキャンプで麦しわやってやろうじゃない。異常なし。ここもだな。今日も王宮の守りに問題はないようだ。しかし油断することなく警備を続けるとしよう。あれ、ジュンさん。お疲れ様っす。ここで何してるっすか。やあ二人とも、見回りご苦労様。見ての通り定例の警備をしていたところだ。特に異常はなかったよ。いや、そうじゃなくてっすね。今日予定休でしたよね。人員に不足はありませんし、どうして仕事をしているのかなって。ああ、そのことか。休日とはいえナイトメアの団長だからだ。はあ、答えになっているような、なっていないような。ナイトメアの鏡ではあるっすけど。ジュンさん、ちょっといいですか。ああ、もちろんだ。仕事の話かい。所属ナイトメア、役職団長、申請者名順、申請内容、溜まっている全ての有給の消化を申請する。ではこの欄に申請のサインをしてください。うん、わかった。そして承認のサインをするっす。承認者名順、団長の権限によりこれを許可する。これでいいかな。バッチリっす。やれやれ、休暇の許可はしたことがあっても申請をしたことがないなんてね。面目ない。こんな事務仕事を部下に教わることになるとは。あとは陛下へ提出する書類棚に入れておけば完了だ。有給が溜まりすぎですよ。しかも今日みたいに予定休も無断出勤していたなんて。熱心なところは本当に尊敬してるっすけど、しっかり休んでほしいっす。いざって時に何かあったら取り返しがつかないっす。そうならないために、毎日休まず働いて鍛錬を積んでいるなんて言わないでくださいね。この機会にしっかりと休んでもらいますからね。もし休みの間に緊急時以外で仕事をしているところを見つけたら陛下に報告させてもらいますよ。私とまつりちゃんはともかく他の団員たちに示しがつきませんから。そうだな、言われてみると規則を破る軽率な行動だったかもしれない。この国や陛下のためとはいえね。後のことは自分たちに任せるっす。だからジョンさんは思いっきり羽を伸ばしてくださいっす。ああ、そうさせてもらうよ。それでもう一つ聞いてもいいかな。なんすか。自分らに分かることだったら何でも答えるっすよね、トモ姉ちゃん。うん、例えば何をして過ごせばいいかわからないとかなんてね。あ、
純さんがとも姉ちゃんみたいに冗談言うなんて珍しいっすね。うわ、休暇モードに早速入ったってことっすか。その調子っすよ。いや、まだだ。陛下へ提出する書類棚にまだ入れていないからね。それが済んで初めて正式に休暇を得ることができる。私は冗談のつもりで言ったんだけど。そうなのか。私は真剣だよ。何をすればいいんだい。せっかくの休みなんだし、どこか静かなところでゆっくり過ごしたらいいんじゃないですか。そうそう、なんか最近キャンプが流行ってるらしいっすよ。団員の間で話題になってるっす。山奥で自然な空気でも吸ってリラックスするといいっすよ。ナイトメアの野営道具を使うといいっす。ありがとう二人とも。心配してくれる君たちのためにもしっかりと休暇を取るとするよ。到着っと。ここ相変わらず遠いな。小さい頃から通い慣れてるとはいえ、いつも膝が笑っちゃうんですよね。あはは。とまあこんな風に。でも爆笑度は昔よりも減ってきた気がしますね。エルフの森のさらに奥地へと踏み入って、いくつもの山と谷と川を越えて、あとは沼とか洞窟とか茨の道とか、とにかくいろんな自然の険しい難所を越えた先にある私だけの場所。ここが究極のぼっちプレイスです。はあ、なんて新鮮な空気なんでしょうか。癒されます。うん、木の枝もたくさん落ちてますね。これならいろいろ作るのに困らなそうですね。それじゃ道具をささっと広げて、いつもみたいにナイフ一つで寝床から作っていきましょう。都会に染まってしまった身と心を癒して自然の力を取り込むぞ。来るだけで一苦労じゃない。でもいい眺めね。空気も美味しいし、いい麦シュワが飲めそうだわ。さて、麦シュワ麦シュワ、おう、じゃなくてまずはキャンプの準備。確か最初にテントを設営するんだったわよね。まずは広げて、から教えてもらえばよかったわ。なんかつい見え張っちゃって、キャンプ慣れてます風で意識揃えるんじゃなかった。キャンプなんて飲食店で聞きかじった知識しかないのに、どうして見えなんか張っちゃったんだろう。うまくテントが張れないのはきっとあれよね。着いたばっかりで移動の疲れがまだ残っているからうまくできないんだわ。そうよ、そうに違いないわよね。何も目的はキャンプを楽しむことじゃなくて、私の場合はキャンプ飲みだし。キャンプ場に来てるんだもん。準備ができてなくてもキャンプ飲みって言えるよね。だからもう飲んじゃうかしら。あ、でもダメ、私は最高の一杯を求めているの。しっかりとキャンプの準備をしてから心置きなく飲むのがきっと正しいキャンプ飲みのはずだわ。さあ頑張るわよ。
よし、ロープを締めてテンションをかけてと。これで準備完了だ。食事にするにはまだ少し早いかな。さて、何をして過ごそうか。周りは団らんしている家族や、一人でのんびり過ごしているソロキャンパーか。心休まる平和な風景だ。山奥とはいえ、人の手で開かれた場所だし、トラブルは起きそうにないね。なら、ともちゃんたちに言われた通り、ゆっくりと自分のペースで過ごすとしよう。まずは腕立て伏せからだ。仕事をほっこり出して消えるなんてらしくないわよね。いくら酒癖が悪いとはいえ、責任感は誰よりも強いもの。まさか誘拐されちゃったにゃ。君、来てくれてありがとう。それがね、一大事なのよ。あなた様、待ちくたびれましたわ。聞いてくださいな、ゆかりさんが失踪したんですの。先週までは仕事をしてたにゃ。それからゆかりのことだから仕事帰りに飲食店に寄ったと思うにゃ。けどそこからの足取りがつかめないにゃ。ゆかりがいないせいで私たちはてってこまいにゃ。そういうわけだから悪いけど、ゆかりさんを探してくれないかしら。私たちは仕事の穴を埋めるのに忙しくて。これはメルクリウス財団からの正式な依頼ですわ。よろしく頼みましたわよ、あなた様。風る焚き火の音、頬を撫でる優しい風。そう、この感じ、この感じですよ。ランドソルでは味わえないこの空気、これこそボッチプレイスの醍醐味。おーい、小鳥さん、最近調子はどうですか？おいしいご飯は食べてますか？はあ、ピオですか。何言ってるかさっぱりです。やはり自然の声を聞けるまでは回復できてませんか。でもまだ山ごもりは始まったばかり。焦らずゆっくりと心を無にして自然を取り戻しましょう。難しいの無理、どうやったって張れないもん。だからこういう時は、やっぱり麦しわに限るわ。しかもキャンプ場で飲んでるのよ。これが人生が変わる最高の一杯。あれ、これなのかしら。いつもの飲食店よりも開放的だから気分はいいけど、なんかパッとしないっていうか、物足りないっていうか。あ、わかった、まだまだ麦しわが足りないのね。私ってばさ、エテル。いっぱい飲んで最高の一杯にたどり着いてみせるわ。それじゃあおっかわり、いただきまーす。
496 497 498 499 500。スクワット500回、10セット完了。休暇というのはいいものだな。詰所にはトレーニング機器が揃っているが、ここは自分のペースでトレーニングが進められる。自分の体と対話でき、質の高いトレーニングが望めるな。部下たちにも教えてあげたいよ。さて、トレーニングルーティーンの次は、少し早いが焚き火の準備をしておこうか。薪割りは心を無にしなければまっすぐ割れない。これも剣術に通ずる大事なトレーニングだ。気を引き締めて、いざ。今助けに行く。あらあら、お知り合いが失踪。大変だわ。ゆかりさんだったわよね、聖騎士の格好をしたエルフさん。はじねちゃん、どうかしら。私は見てないな。同じエルフでもそんな人は珍しくて、きっと目立つからね。そうよね。ごめんなさい、力になれなかったみたい。でもきっと大丈夫よ。だってあなたが一生懸命探してるんですから。ねえ君、私からもいい？ランドソルで葵ちゃんと会ってるかな。急に手紙が来なくなっちゃったんだよね。それがちょっと心配で、忙しくしてるのかな。今までは毎日5通は手紙を送ってくれていたの。でも急になくなってしまったから寂しいわ。セントテレサ女学院や工場に連絡をしてみたら、しばらく休みを取るとだけ言っていたそうなのだけれど、お休みにランドソル観光をしているなら手紙をもっと送ってくると思うの。とっても心配だわ。だから葵ちゃんのことも探してもらえないかしら。頼れるのはあなただけなの。お願いね。大丈夫か？何があった？じゃんじゃんついで。最高の一杯はどこ？まだまだ飲むわよ。まさか、さっきの悲鳴は寝言？それに、テントがぐちゃぐちゃになったまま放置されている。設営も済んでいないのに昼間から眠ってしまうとは。見たところキャンプは慣れていないみたいだね。放っておくこともできないし。どれ、代わりに設営をしてあげよう。しかしこの女性、確か前にどこかで。やあ、今日はどうしたんだい？まさか事件すか？はあ、飲んだくれエルフに友達のいないエルフ？目撃情報はうちには来てないね。でも本当に失踪なんすか？仕事疲れを癒すためにどっかに行ったとかじゃないすか？そうそう、ジュンさんみたいにね。まああれは私たちが休ませたみたいなものだけど、あなたには言ってなかったね。今ジュンさんは珍しく休暇中なんだ。たまりにたまった有給を消化するためにね。しかも
休みの日にも無断で出勤してたすからね。自分たち部下も予定休ですら休みづらかったっすよ。今は山奥のキャンプ場でのんびりと過ごしている頃かな。そうしていてほしいと心から思うよ。ほんと、そうっすね。うまくテントが張れなくて、それでやけになって麦酒を。あれ、テントが張られてるし、他の道具も準備できてる。どうして、まさか寝てる私が勝手に。おはよう。目が覚めたようだね。いいや、鎧だ。え、一気に酔いと目が覚めたわ。すまないが、勝手に荷物を触らせてもらったよ。眠ったまま夜を迎えてしまっては困るかと思ってね。見たところ、こういったことに慣れていないようだから。本当は直接指導したかったが、何せ気持ちよく寝ていたから。ごめんなさい。ありがとうございます。ごめんなさい。私はゆかりです。あなたは、鎧さんでしたっけ？いいや、ジュンだ。ジュンさん？それに鎧姿。あっ！もしかして、ナイトメアの団長さん？ああ。今は休暇中だけどね。私メルクリウス財団です。以前うちのギルドが企画したアストライア大陸横断クイズ旅行で。ああ、やはりあの時の。どこかで会った気はしていたんだが、そのすっかり様子が違っていたからすぐには気づかなかったよ。お恥ずかしい限りです。あの時はその麦酒を飲んでなかったから。あ、それとあれからイメチェンしたんですか？以前は黒い鎧だったと思うんですけど、今は草っぽいというか森っぽいというか、なんというか。これは野戦仕様の鎧だ。状況に応じて使い分けていてね。野戦？ジュンさんもキャンプしに来たのでは？うん、その通りだよ。トレーニングキャンプだ。休暇中とはいえ、私の職務は民の安全を守ること。いついかなる時も己の鍛錬はしておかないとね。はあ。ところで一つ提案させてもらってもいいかな？ええ、どうぞ。戦いの中で戦いの者を守ることだけが我々ナイトメアの仕事じゃない。生き残る術が身につくよう促すことも仕事の一つなんだ。はい、立派な信念だと思います。いつもランドソルの平和をありがとうございます。そこでだ、ゆかりちゃん。君の大自然に対する無防備な姿はナイトメアの団長として無視できない。よければ野営に関する初心者向けの心構えや技術を教えようと思うが、どうかな？私がしたいのはキャンプ飲みであって野営じゃないし。でも確かにキャンプのことはよくわからないのも事実よね。ジュンさん、ちなみにどんなことをやるんですか？そうだな、まずは薪割りからだ。え、いきなり運動？心構えは？健全なる精神は健全なる体に宿るというからね。それに野営は火がなければ何も始まらないんだ。初心者講座っていうか、トレーニングの気配を感じるわ。
私はただ美味しい麦シュワを飲みたいだけなのに。でも運動したり働いた後の一杯って美味しいわよね。薪割りもキャンプならではな体験だし、もしかしたら最高の一杯につながるんじゃないかしら。そう考えると悪くないわ。いえ、むしろチャンス。じゅんさん、私に野営のいろはを教えてください。ああ、その息だ。さあ、始めよう。では、行きます。せっせっせっ。おお、いい筋をしているね。さすがはメルクリウス財団のメンバーだ。焚き火は思った以上に薪を消費するからね。多めに準備しておくのに越したことはない。その息だよ。せっせっせっ。うん、ゆかりちゃんの薪割りを見ていたら私も体を動かしたくなってきたよ。一緒にやろうじゃないか。でキツツキさんが巣を作っていますね。お引っ越しの時期なんでしょうか。こういう自然の営みの音を聞くとやっぱり心が洗われます。ランドソルでは聞くことができませんからね。今なんと。その調子で自然に身を委ね、しっかり反省しなさいですか。草原さんたちが確かにそう言ったように聞こえました。はあ、ボッチプレイスの効果が現れ始めてきました。草原さんたちの言葉がまた聞こえるようになりました。よし、草原さんたちに言われた通り、このまま心を無にして森の緑に包まれながら反省をします。私は草、私は木、私は森生まれ森育ちのエルフ。そう、自然に愛され、自然を愛してきたボッチなのです。うん、葵くんの様子。そうだね、ここ最近はなんだか様子がおかしかった気がするよ。ものすごい集中力を発揮したかと思えば、次の瞬間には抜け殻のように停止したりね。いつも通り頑張ってくれてて助けてもらってるんだけど、見ていてちょっと心配してたんだ。学院で講師もしているんでしょ。もしかしたら疲れが溜まっていたのかもね。しばらく休みを取るって言っていたから、自然を感じにリフレッシュしてるんじゃないかな。ほら、最近キャンプが流行っているでしょ。うちの作業員たちもみんな今ハマっているみたいだからね。葵くんも息抜きに行ってると思うよ。うん、これくらい用意すれば薪は持つだろう。それじゃあ食事まで少し休もうか。2時間の間1秒も休憩なしで薪割りして、息が乱れてない。鎧の中に本当に生身の人間が入っているのかしら。それはそうと、喉が渇いた。そうだね、しっかりと水分補給するといい。ああ、体にしみるわ。やっぱ運動した後の一杯は格別だわ。これが最高の、なんかまだ違う気がする。秋野さんに振り回された後に飲む一杯と同じ味だわ。どうやったら最高の一杯が飲めるのよ。今日
痛くない。一瞬で全身の力が抜けた。巻き割りで見せた勢いはどこに。いや、殻を脱ぎ捨て急速に入ったと言った方が正しいか。まさかこれが、これこそともちゃんが私に求めていた休暇のあり方なのか。団長さん、どうしたのよ、黙って突っ立っちゃって。その兜を取ってお水飲んだら。少し私の話をしてもいいかな。お、麦しわの席にもってこいのおつまみね。今日はブレーコンよ、なんでも話しちゃって。そうか、じゃあ遠慮なく。というわけなんだ。ともちゃんたちに言われて休暇を取ったものの、どう休んだらいいか。あの時の団員さんたちがそんなことを。なんて上司思いのいい部下なの。ああ、私もそう思うよ。自慢の部下たちだ。だったらちゃんと休むわよ。ああ、そうしたいとは思っているが。だいたいね、硬すぎるの。鎧の話じゃないわ、その性格のことよ。キャンプ場に来ただけでリフレッシュできると思ってるわけ。 TPO って知ってる？キャンプ場はレジャー施設よ。楽しんでなんぼの世界のはず。それなのにずっとトレーニングトレーニングって。じゅんさんは上司としてともちゃんとまつりちゃんの気遣いを全力で受け止めなくちゃ。それはそうなんだが。それにじゅんさんがそんな風だと式にも影響あるんじゃないかしら。休まない上司がいるとその下にいる部下って休めないのよ。だからこそ休める時にはしっかりと休んでほしいの。そうか。ともちゃんたちの気持ちは考えたこともなかったよ。それで私は一体どうすれば。そんなあなたに朗報でーす。いいリラックス方法を教えちゃいます。大事なのはメリハリをつけること。自分でコントロールが難しいなら道具の力を借りちゃえばいいの。おう、よろしく頼む。一体何なんだ。そうで、わあ、美味しく入れられました。やっぱりこの豆は山の空気と合いますね。香りが高くてほのかに甘みがあってリラックスするのにぴったりです。いつも仕事前に飲んでるのは苦味があってすっきりする品種ですからね。場所と時間も違えばやっぱり豆も変えなくちゃ。このコーヒーがあってこその山ごもりですよ。はあ、やっぱり山奥で飲むコーヒーは心が休まるな。こうやって一人で静かに過ごすのっていつぶりだろう。最近は毎日いろんな人と交流してましたからね。あ、ということは毎日ぼっちとして失敗を。うふふ、失敗は慣れっこですが、失敗を失敗と思ってなかったのはさすがに痛いです。自分では都会に慣れて成長した気になってたけど完全な勘違いでした。ひどい思い上がりです。はあ、本当はコミュ力なんてかけらもない、人付き合いが苦手な不器用ぼっちエルフなのに。おー、自分がどんな人間だったかだんだん思い出せてきました。そうです、これが私、ありのままの本当の私なんです。よし、調子が出てきました。ぼっちの私を取り戻しますよ。団長さんってば、いける口じゃない。そうかい、普段は口にしないのだけど、この際だからね。あーん、まだ硬い。もっとリラックスリラックス。
うまい。仕事を忘れて飲む麦しわはこんなにもうまいのか。いいよその調子。今の態度は素敵な調子よ。おお、そうか。胸を張って帰れそうだ。教えてくれてありがとう、ゆかりちゃん。甘い、ジュンさん。甘いわ。あなたはまだ麦しわ道の入り口に立ったばかり。麦しわの力はまだまだこんなもんじゃないわ。何？麦しわの力？教えてくれ。部下のためにもその力が欲しいんだ。その言葉待ってました。もちろん教えてあげるわ。設営してくれたお礼に私が知る限りの麦しわの力を教えちゃう。それに二人で麦しわを飲めば最高の一杯に近づけるかもしれないし。さてジュンさん、いいかしら。麦しわってのはね、もちろんそれだけを飲んでも美味しいわ。けどその美味しさを引き立てる存在があるとしたら。そんなものが。え、それはおつまみよ。まあそれはそうだろうな。あ、なんでそんなことかって思ったでしょ。ああすまない、あまりに普通の答えだったものでな。はあ、これだから麦しわ素人は。ダメ、おつまみの軽視。麦しわとおつまみの相乗効果をなめない方がいいわよ。飲食店の定番メニューで言ったら焼き鳥でしょ、エイヒレに、あとはポテサラってところかしら。しかしそんな食材は持ってきていないな。一体どうすればいいんだい。今のはあくまで飲食店のメニューのことよ。じゅんさん、何も言わず周りを見渡して。このキャンプ場がどこにあるのか思い出すのよ。山奥だが。そう、ここは山奥のキャンプ場。そして周りには深い森。定番メニューの食材を持ってきていなくても、あの森は自然の食材の宝庫よ。おお、ならばこのロケーションに合うおつまみの食材があるわけだな。ええ、そういうこと。だんだん飲み込みが早くなってきたわね。その調子だわ。それじゃあケーキ漬けにもう一杯飲んでから行きましょう。ああ、楽しくなってきたな。ゆかりちゃんかい？この前一緒に飲んだばっかりだぞ。ああ、そういえば麦しわにマンネリを感じてるって言ってたね。ああ、そうなんだ。真剣に悩んでいてね。新しい刺激を味わいたいとかなんとか。だからキャンプ飲みを勧めてみたんだよ。ほら、最近流行ってるだろ。いいキャンプ場を教えたからそこに飲みに行ってるんじゃないかな。なんといってもキャンプ飲みは人生観が変わる体験だからね。葵くんの様子？しばらく休みを取るって言っていたから自然を感じにリフレッシュしてるんじゃないかな。ほら、最近キャンプが流行っているでしょ。うちの作業員たちもみんな今ハマっているみたいだからね。葵くんも息抜きに行ってると思うよ。あなたには言ってなかったね。今ジュンさんは珍しく休暇中なんだ。たまりにたまった有給を消化するためにね。今は山奥のキャンプ場でのんびりと過ごしている頃かな。
そうしていてほしいと心から思うよ。簡単に友達が100人できるなんて100万年早いぞ。都会で友達になろうって声をかけてくるのは詐欺師だけさ。万物は流転するもの、思い通りになるなんて思わないことね。と大木さん、小鳥さん、風さん、金言の数々をありがとうございます。ねえマイフレンド君、ボッチプレイスの効果が現れ始めたよ。大自然が語りかける声がちゃんと聞こえるようになりました。耳で聞くのではなく心で感じられています。これこそボッチスピリットが癒された証拠ですよ。この自然が教えてくれたアドバイスを心に刻まなくちゃ。昨日までの思い上がってた私とバイバイするんです。おのぼりさんムーブをかまして迷惑をかけてしまった女学院やおもちゃ工場の皆さんに、そして何より同志の団長さんに合わせる顔がありませんから。先生、私は二度と自分がボッチのエルフであることを忘れないと誓います。ボッチ代表葵。よし、田舎者のボッチエルフとしてもう一度やり直しますよ。ボッチスピリットは癒せましたけど、これからどうやってランドソルで友達を作っていけばいいんだろう。変に都会はぶらない方がいいはず。ということはやっぱり田舎か丸出しで接した方がいいのかな。その方がありのままの私らしいですよね。それに友達はできないかもしれませんが、人を不快にさせて嫌われるっていうことにはならないはず。よーし、自然派エルフっぽさがもっと出るまで山ごもりを続けますよ。性格は見た目に現れると言いますからね。もう二度と失敗したくないし、完璧な状態に仕上げなくちゃ。残りのお休みを全部山ごもりに費やして、それまでは心と体を自然と一つにしていましょう。そのためにのんびり過ごしましょう。ほわわわ。野生のクマかな。どうしよう。ゆかりちゃん、少し開けた場所に出たようだ。緑色の大きなクマ。死んだふりしなくちゃ。チン。本当だ。誰かいるわね。ジュンさん、クマだって思われてるわよ。私はクマではなく人なんだわ。君、こんなところでキャンプをしているのかい？しかも一人で。ほっ、人でしたか。死んだふりする必要なんて全然なかったです。人？ある意味クマよりも恐ろしい生き物です。大丈夫だ、この通り怪しいものではない。その通りよ、まあ人間なんだからね。すみません、つい取り乱してしまいました。ボッチのエルフの習性なので。ん？ボッチのエルフ？それにそのおもちゃ、あなたもしかして葵ちゃん？どうして私の名前を、私の個人情報、いつどこでどこから漏れたんですか？ランドソルは私が知らないだけで監視社会だったんですか？ゆかりちゃん、この少女と知り合いなのかい？ううん、私じゃなくてうちのギルドメンバーたちが、多分前にバイト先のおもちゃ工場で知り合ったって言ってた子だと思うの。
そこでうちのギルドメンバーがバイトリーダーを務めたり、たい焼きの社食販売をしていた時の。え、もしかして三冬リーダーさんと玉木さんのことですか？うん、そうよ。やっぱり葵ちゃんね。私はゆかり。三冬さんたちと同じメルクリウス財団のメンバーよ。よろしくね。はい、その節はどうもお世話になりました。まさかこんなところで三冬さんたちの知り合いと会うなんて。それに子供の前だし、しっかりしないと。ちょっと酔いが覚めてきててよかった。私はジュン。普段はナイトメアの団長をしているが、その肩書きはランドソルに置いてきた。今の私はバケーションジュンとでも名乗っておこうか。何せ休暇中の身だからね。バケーション?はあ、よろしくお願いします。ところで君のキャンプの腕前は大したものだね。まさに達人の領域じゃないか。私の部下の中にも野営を得意とする団員は多いが、これほどまでに荷物が少なく、また効率性と快適性を両立させた設営ができる者はいないよ。さっきからキャンプって何かの暗号ですか？え、そうやってテントを立てて焚き火をして、どっからどう見てもキャンプじゃない？キャンプ？このことをそう呼ぶんですか？この山ごもりの仕方にそんな名前があるなんて初めて知りました。小さい頃からよくこうして過ごしていましたので。葵ちゃんってフォレスティエだったわよね。自然の中での過ごし方が得意だから、そもそもキャンプって概念がないのかもね。おお、私自然系ボッチハエルフに見えますか？え、あ、まあ、うん。ボッチって何のことかさっぱりだけど、自然派なんじゃないかしら。よかった、どうやら完全に元の自分に戻れたようです。ところでどうしてこんな山奥でキャンプをしているんだい？隣のキャンプ場でやればいいじゃないか。隣？キャンプ場？ここは私が昔から使っているボッチプレイスです。歩いて3日かかる範囲内に人っ子一人いません。だから人の気配を感じず、自分自身とひたすら向き合うためには最適な場所なんです。むしろ遠路はるばるこんな山奥までやってきたお二人に驚いていますよ。だって隣にキャンプ場があるんだもの。それで食材を探しにこの森に入ってきたのよ。隣？キャンプ場？すみません、さっきから何言ってるか私にはさっぱりです。ずっと大木さんや風さんたちと話していましたから、人間の言葉が聞き慣れなくて。ジュンさん、ギルドメンバーたちから聞いてた以上に葵ちゃんは変な子かもしれません。ああ、だがキャンプ慣れしているとはいえまだ少女だ。こんな山奥に一人にしてはおけないよ。それに葵ちゃんの力を借りればもっといい休暇、もっといいキャンプを過ごせるんじゃないかな。確かにそうね。最高の一杯のヒントが得られるかも。二人で何を話しているんですか？もしかしてぼっちの私を笑い者に？いや、そんなことは。反対に感心していたところだよ。ねえ葵ちゃん、こうして会ったのも何かの縁だし、一緒にキャンプしようよ。こういうのグループキャンプ、略してグルキャンって言うらしいわよ。みんなで楽しくやってみない？どうかしら。皆さんのキャンプに私なんかが？お邪魔じゃないですか？だって私ぼっちのエルフなんですよ。
それに私、キャンプなんて知りませんでしたし、お二人の足を引っ張ってしまうんじゃないでしょうか。そんなに気負うことはない。ありのままの葵ちゃんのスタイルで過ごせばいいよ。そうそう、自由に過ごしちゃって。そうですね、リーダーさんたちとのご縁もありますし、一人で過ごして冷静になれましたし、ぼっち卒業への新たな第一歩を踏み出すいい機会かもしれません。わかりました、やらせていただきます。お二人の足を引っ張らないように精一杯キャンプします。それじゃあ明日の朝に迎えに来るよ。夜も遅いから今からの移動は大変だろうからね。はい、首を長くしてお待ちしております。それではまた明日、おやすみなさい。おや、こんにちは。この先にあるキャンプ場に行かれるんですか？そんなに焦らなくてもキャンプ場は逃げないですよ。それに広大な敷地なので混み合う心配もありませんから。山の中腹にあって眺めが抜群ですし、目まぐるしい日常を忘れるにはもってこいの場所でした。あ、でも一つだけ注意してください。キャンプ場を囲んでいる森には決して入らないように。最近毒キノコが繁殖しているそうなんです。見た目は最高級キノコのアストライアだけそっくりなんですが、どうやら強い幻覚作用があるそうで、しかもほとんどの学者も見分けられないんです。実際に食べてみるまで見た目では判断できないという。そんな話を聞いたのでキャンプ場に向かっている人とすれ違ったら声掛けしているんです。キャンパー同士の協力はとても大事ですから。ではキャンプを楽しんでいってください。よっしゃっと。これで私の荷物は全部です。お引っ越し完了です。素晴らしい。必要最低限の道具だけを持ち込み、現地で集めた木材でテントなどを作る。確かブッシュクラフトというスタイルだったかな。へえ、さすがエルフの森が生んだ天然のキャンパーね。私はいろいろ不安で道具を買い漁ったのが恥ずかしくなっちゃう。ナイフ一つで何でも作れちゃうなんてすごいわ。いえいえ、自慢じゃありませんが手先は器用なんです。小さい頃から友達作りの練習台なんかを作ったりしてましたから。だから買い揃えるよりもその場その場で作った方が早いし、それにお金もかからないので、そんな懐事情によるところが大きいですね。葵ちゃん、いつも一人でキャンプをしていると言っていたが、どんな風に過ごしているんだい？私は休みを取ったのだが、休みの過ごし方を知らず。昨日はゆかりちゃんからリラックス方法を教えてもらっていたんだ。そこで葵ちゃんの過ごし方も参考にしたくてね。そうですね、あまり参考になるかは分かりませんが、私にとってキャンプとはありのままの自分に戻る儀式のようなものです。森の声を聞き、風と触れ合い、太陽の光の衣に包まれる。そうして自然と一体になることで日々の生活で歪んでしまった己を正すのです。そう、心を無にして極限のリラックス効果を得るんです。極限のリラックス、なるほど。確かに麦しわにもリラックス効果があるけど、それは仕事疲れを取るためのものだって今まではずっと考えていたわ。でも極限のリラックス状態でさらにリラックス効果のある麦シャワーを飲むと最高の一杯への道見つけちゃった。
やったかも。最高の一杯？ああ、うん、なんでもないの。こっちの話よ。葵ちゃんにはまだちょっと早いから詳しくは言えないんだけど、私は最高の一杯のためにキャンプ場に来ているの。そのために葵ちゃんのキャンプ術はすごく役に立つかもって。リラックスか。葵ちゃん、教えてくれてありがとう。ともちゃんたちが私に休みを取らせたのは、働き詰めだったのを心配してくれてのことなんだ。そこで君なりのリラックス方法を私たちに伝授してほしい。手ぶらではランドソルに帰れないからね。よろしく頼むよ。キャンプに臨むお二人の相当な覚悟、しかと受け止めました。では私が山ごもり、いえキャンプでいつもしているボッチエルフ流自己対話術を伝授いたします。まずここにマイフレンド君を置いてっと。そうそう、大丈夫マイフレンド君 V4 カスタムって名前だったわよね。二冬さんたちからその子の話は聞いたわよ。はい、この子を自分自身だと思ってみてください。そして心に思い浮かべた自分と対話をするんです。傷ついた心を癒したり、空回りする自分にストップをかけて、ありのままの自分を思い出してみてください。そうすればストレスも何もない素の状態、すなわち極限のリラックス状態になれるんです。なんだか大変そうね。でも最高の一杯のためよ。自分と向き合ってみるわ。そうだね、メンタルトレーニングも大事な鍛錬だ。手を抜くことなくやってみよう。あまり負荷をかけないように慎重にお願いしますね。ベテランぼっちの私が長年かけて編み出したリラックス方法ですから。では始めてみてください。集中していますね。私はコーヒーでも飲みながら木で何か作ろうかな。そうだ、マイフレンド君をモチーフにしたかっこいい武器とかどうかな。ランドセルに帰ったらおもちゃ工場の皆さんに見せてみようかな。よし頑張るぞ。自分と向き合うか。麦酒を飲みすぎた翌日は昨日の自分を恨むことはあるけど、自分がどんな人間かってしっかり考えたことはなかったわね。本当の私か。そういえば葵ちゃんにいいところ見せようとつい無意識でお姉さんぶった態度を取っちゃったわ。キャンプ道具を買う時も失敗したな。ブームに乗っかりました感のある客だって思われたくなくて、店員さんにつぶった態度を取っちゃったのよね。だからテントの張り方も火の起こし方も何にも知らなくて、麦しわのことで頭がいっぱいだったわ。最高の一杯のためにはまずキャンプするのが大前提なのにね。麦しわも飲める年なんだし、精神的にも大人にならないと。見えっぱりなただの酔っ払い、それが私なのよね。いかんな。いざ自分自身と対話しようとすると何も言葉が出てこない。まるでスペア用の鎧と向き合っているようだ。まさかともちゃんたちには私はこういう風に見えていたのか。だから休みを取らせて人間らしさを取り戻させようと。部下にそこまで心配させてしまうなんて、私はなんて上司なんだ。しかしそれが私ということなんだな。
感じの木製防寒が作れました。マイフレンド君のキーホルダーもつけてみましたし、きっと子供からの人気も出そうですね。工場でおもちゃを作るのもいいけど、やっぱり私は自然の中で手作りするのも好きだな。うん、一仕事した後に青空の下で飲むコーヒーも格別ですね。ボッチプレイスは鬱蒼とした森ですから、気持ちよさが段違いです。このお天気のようにボッチスピリットを取り戻した今、私の心も晴れ晴れとしています。でも私のボッチプレイスの隣にこんな場所があったなんて驚いたな。キャンプか。ランドソルの人たちもみんな辛いことを抱えているんですね。ゆかりさんたちも目的があって来たって言ってましたし、私のキャンプ術が役に立つといいけど、お二人の様子はどうかな。どれどれ。どうして落ち込んでいるんですか。いや、私が部下にかけている苦労に気づいてしまってな。私いい大人なのに、見栄っ張りなだけでダメダメなことに気づいちゃって。わせっかく誘ってくれたのに、お二人を落ち込ませてしまいました。キャンプは、山ごもりはやっぱり一人でしなきゃいけなかったんだ。また一人で突っ走っちゃって失敗してしまいました。いつもいつもこんなことを繰り返してばかり。女学院でも工場でも団長さんに対しても。でももうランドソルでの失敗を繰り返したくありません。こんなことばかりしていたらあの人に合わせる顔が。なんとかしてこの重い空気を変えてみせます。独りよがりなぼっちの私とはバイバイしてみせるって誓ったばかりですから。じゅんさん、ゆかりさん、そろそろお昼ですし、ご飯にしませんか。私が腕によりをかけて作りますよ。山での料理歴は長いですから、食べたいものがあればどんなものでも対応可能です。そうだな、気分を変えたいし、食事にしようか。ええ、そうしましょう。そういえば昨日森の中で見つけたこのキノコ、食べられるものなのかしら。葵ちゃんと会う前、森で食材を探していたんだ。だが見つかったのはこのキノコだけで。でも森に生えてるキノコってなんかねえ。これはそうよね、やっぱり毒キノコよね。毒キノコだなんてとんでもありません。これは最高級キノコ、アストライアだけですよ。私たちフォレスティエでもめったに見ることのできない品種です。焼いてよし、煮てよし、蒸してよし、とっても美味しいそうですよ。そうなの。じゃあおつまみにぴったりじゃない。おつまみ、ちょっと大人な食べ物のことかな。気にしないでちょうだい。わかりました。それにしてもこんなすごいキノコがボッチプレイスに生えていただなんて。お二人を落ち込ませてしまったお詫びに最高のキノコ料理を振る舞いますね。腕によりをかけますよ。おお、それは楽しみだ。よければ私たちも手伝わせてくれないか。三人でこうしてキャンプをしているんだ。力を合わせようじゃないか。ええ、私にも手伝わせて。料理はあんまり得意じゃないけど、最高の一杯のために頑張るわ。はい、ぜひお願いします。ぼっちじゃないキャンプは初めてですが、私も精一杯やってみます。じゅんさん、もう少し火を強めてください。薪をじゃんじゃん追加しちゃいましょう。わかった、薪ならたくさんあるよ。ゆかりちゃんと昨日準備をしておいたからね。さすがナイトメアの団長さん。
野営に慣れているだけあって用意周到ですね。さあ、あとは食材に火が通るのを待つだけです。完成までしばらく休んでいましょう。さすがみふゆさんの下で働いていたことはあるわ。効率を重視する手際の良さがそっくりよ。そんなリーダーさんと私なんか比べ物にはなりませんよ。でも少しでもそう言ってもらえるとちょっと嬉しいです。恐れ多さの方が圧倒的に勝ってはいますが。二人には共通の知人がいるのだな。これも巡り合わせの縁だね。共通の知人といえばみんな少年と知り合いなんだよね。こうして私たちが集まるとは思っていなかったが、彼ともキャンプをしてみたかったな。ああ、それはとっても面白そうですね。ええ、きっと楽しいに違いないわ。それに穏やかな時間になるだろうね。少年といると張り詰めた気持ちが少し和らぐというか、不思議な感覚になるんだ。ここで一緒に過ごせたら、ともちゃんたちが私に課した休暇も難なくできたかもしれないな。そうなのよね。彼の前なら自分をさらけ出せるっていうか。ああ、変な意味じゃないわよ。なんというか肩肘張らなくていいのよね。私そのついつい見栄を張っちゃうところがあるから照れくさい話をしちゃったわ。さっきまではこんなことバラすつもりなかったのだけど、この気持ちのいいロケーションがそうさせるのかしら。なんだか心が開放的になるのよね。ああ、そうかもしれないな。普段は仕事柄弱みを見せてはいけないが、今この時だけは気を緩められそうだ。これがキャンプなんでしょうか。いつもの山ごもりではこんな気持ちになったことはありませんでした。何せ私が山ごもりをするのはぼっちスピリットを癒すためですから。こうして皆さんとキャンプできるなんて思ってもいませんでした。そういえば昨日お二人も目的があるって言っていましたよね。ちゃんと聞いてなかったような気がしていて。昨日も少し話したかもしれないが、私は部下に休みを取らされてね。休みなど不要だったのだが、心配する部下の気持ちも無視できず、だからこのキャンプでしっかりとリラックスして帰らなければならないんだ。団長である私の状態が騎士団全体の士気に関わるからね。ランドソルをいかなる脅威から守るためにも私が支えていかなければならないんだ。ナイトメアの団長さんですもんね。私にはその責任の重さは想像もできません。でもジュンさんならきっと大丈夫だと思います。リラックスして帰れるように私も精一杯お手伝いしますね。心強いね。頼りにさせてもらうよ。ゆかりちゃんがキャンプに来た目的は確か、ジュンさんには話したけど、葵ちゃんには。話せないようなことなんですか。すみません、踏み入ったことを聞いてしまって。ああ、違うのよ。ただ、ジュンさんみたいな立派な目的じゃないの。私は麦しわが好きなんだけど、飲み仲間からキャンプ飲みを勧められてね。今までアウトドアなんてしたことなかったんだけど、最高の一杯というのが興味深くて、本当はそんな理由で来てたの。みふゆさんたちの知り合いってこともあって、葵ちゃんの前ではお姉さんぶってたけど、幻滅しちゃったかしら。いえ、そんなことはありませんよ。好きなことをして過ごすのってとっても大事ですから。そう?そう言ってもらえてすごく安心したわ。でも本当はちゃんとした大人にもならないといけないって思ってるの。麦しわでやらかして
いつも彼には迷惑かけちゃってるし、カメを外さずたしなむ程度に抑えられるといいんだけど。麦酒はお飲みに来ておいて、変な話よね。ゆかりちゃんもなりたい自分があったんだね。葵ちゃんもそういう理想の姿はあるのかい？前途ある君のような若者の話も聞いてみたいな。私はいつか100人の友達を作りたいと思っているんです。あの人と結成した BB 団で叶えられるように日々頑張っています。だけどいつもいつも空回りして失敗続きで、それで山ごもりして大反省会をしていたんです。この夢を抱き続けて早十数年、そろそろ友達が100人いる自分になってみたいですね。きっと人生も充実しちゃうんだろうな。早くなりたいな。きっと葵ちゃんなら叶うさ。私はそう思っているよ。そうですか。期待に応えられるように頑張りますね。ねえ葵ちゃん、なんだかいい匂いがしてきたわよ。そろそろ料理できたんじゃないかしら。私お腹も空いたし、喉も渇いてきちゃった。そうですね、もう十分煮えたかと思います。さあみんなでいただきましょう。うわ、私が山で誰かと食事する時が来るなんて楽しみだな、楽しみだな。そうだね、キャンプが得意な葵ちゃんが作ったんだ。きっと美味しいに違いないよ。そうよ、きっと麦シュワに合うに違いないわ。最高の一杯を目指すわよ。のおかげで人気者に。できる大人のお姉さんになっちゃった。さあみんな、私についてこい。今日も楽しく働こう。
葵様、ごきげんよう。今日もお目にかかれて光栄です。おはよう、葵くん。君に働いてもらえるなんてとっても嬉しいよ。葵さんと友達になれるなんて幸せすぎて死にそうだわ。ありがとう、みんな。今日も私と友達でいてくれてありがとう。うわあれが友達が100人いる私の姿。すごいです。キラキラと輝いています。本当にあんな風になりたいな。ゆかりさん、今日もいい飲みっぷりですね。それでいて華麗に飲んでいる。麦しわを楽しむ者の鏡だよ。しかもバリバリ働いてギルドでも頼りにされているらしいわよ。ゆかりさんがいなければ仕事は回らないって話をよく聞くわ。大げさよ。目の前の仕事に対して一つ一つ丁寧に向き合っているだけ。それは麦しわも同じだわ。お店から出された麦しわを感謝の気持ちを込めて一口ずつ丁寧に味わっているの。とっても美味しいわ。あれが私、麦しわを飲んでも乱れてない。あんな風に仕事でも評価されて、麦しわで失敗もしないなんて。まさに理想の姿だわ。団長、おはようございます。ああ、おはよう。すがすがしい天気だね。この平和なランドセルを今日も守っていこうじゃないか。はい。おお、なんという士気の高さなんだ。あの私は普段よりも明るいようだが、団全体も変に浮ついておらず、程よく肩の力が抜けていて悪くない。いや、むしろいい。あれが理想の上司、理想の団長のあるべき姿だというのか。
なから仕事も飲み方も私の全てを憧れられて、とってもいい気分。どう？君、お姉さんと過ごす時間は楽しいかしら？何を言っているのかしら。前みたいに泥酔して突っ伏して寝たりなんかしてないじゃない。ナイトメアは本日も素晴らしい組織だな。どうだい少年、並び立つ団員たちの引き締まった表情は私に聞かせてくれるかな。目の前に広がるこの壮観な眺めの感想を。何を言っているんだ、私は常に臨戦態勢だよ。そんなこともわからないとは。寝ぼけているのは少年の方なんじゃないのかい。ラララララ、友達100人嬉しいよ。もうさっきから何を言ってるんですか。 BB 団の夢が叶ったんですよ。私に100人の友達ができたんですよ。これ以上ぼっちだった頃の私のたわごとみたいなことを言うのもなしにしてくださいね。ゆかりさんもそう思いますよね。本当ね、変なこと言うなんて。ランドセルの飲食店の床に転がってる酔っ払いみたいだわ。無敵のナイトメアがいるからそんな人はもう見かけたりしないけどね、ジュンさん。その通りだ。この私が大勢の優秀な部下たちを率いているからね。ランドソルの平和も風紀も規律も国民も全てを守り続けていくよ。もうしっかりしてほしいのは君の方よ。さっきから変なことばっかり言って。あれ、さっきから声は聞こえるけど、そういえば姿はどこにも。してるんですよ。私の100人の友達の中にいるはずです。ちょっと探してきますね。友達100人の中を探し回ったのにどこにもいませんでした。また彼の声だけが。ここにいないのに一体どうなってるの。キャンプ場に来たあの人にアストランヤ岳の料理を食べてもらったはずですが。まさか葵ちゃん、アストランヤ岳に幻覚作用はあるか。え、いや、そんなことは。どうしてそんなことを。いや、みんなでおかしなことになるなんて普通はありえないからね。可能性があるとすればあのキノコくらいじゃないかな。そういえば料理を食べてたら突然友達が100人できていて、そしたらあの人の姿がいつの間にか。でもアストランヤだけにそんな毒があるなんて話私でも聞いたことがありませんよ。もしくはアストライアだけではなかったのかもしれないね。見た目が似てるだけの毒キノコ。あんなに美味しかったのに。落ち着いてください、ゆかりさん。確かにショックですし、口の中にリフレインしてきた味は無視です、無視。それよりも今は、そうです、正気に戻ることです。はあ、やっぱり今正気じゃなかったんですね。でもあの人の声を聞くたびにだんだん頭もすっきりしてきましたよ。ああ、少年と再び会えるようにこの幻覚から抜け出そう。そんな今の私はずっと憧れてた私なのに。そう、飲んで寝ちゃった時は
こうやっていつも起こしてくれて。だからしっかりしてる姿を見せたかったの。でもそんな私に慣れても肝心の君が見てくれなきゃ何の意味もないわ。だって周りから頼られるのも嬉しいけど、君がありのままの私を受け止めてくれることの方が何倍も嬉しいんだもん。君の前で正直でいたいわ。ああ、私も同じだよ、ゆかりちゃん。大事なことも気づかず、まやかしに舞い上がっていた。そう、この声。この声を聞ける君との会話は、心の中でもかぶっている仮面を外すことのできる数少ない時間だ。そうだ、最も守りたいものはいない空虚な団長になるよ。不器用でも君を守れる私の方がずっといい。そうです、あなたがいないなら友達なんて100人いても、いえ、たとえ1000人いても寂しいだけです。私はあなたがいないのに100人の友達がいる自分よりも、たった一人の同志と二人で友達を作ろうとしている、そんなダメダメなぼっちな自分の方が好きです。もう一度、いえ、何度だって胸を張って言いますよ。いくら私だけが理想の自分になったとしても全然意味がないんです。だって私たちの理想の私にはあなたがいないとダメなんです。私は君の前で楽しく麦しわを飲みたいわ。私は何があっても君を守り続けたい。私はあなたと二人でたくさんの友達を作りたいです。ありがとう、少年。不甲斐ないところを見せてしまったね。君の声は確かに私の耳に届いていたよ。気持ち悪い。何が最高の一杯よ。後味最悪のおつまみだったわ。絶対アストライアだけ。しかもヒゲが生えてて動いてる。ということは魔物？一体どういうことなの？話は後だ。まずは目の前の敵を倒そう。状況を見るに、幻覚に囚われていた私たちを少年が守ってくれていたようだね。どこまでも私たちは少年に助けられてばかりのようだな。その礼はここでさせてもらう。さあ、行くぞ。はい。ひょえー、何ですかあれ、キノコの胞子？インフェルノシールド。聖なる盾よ。おお、お二人が胞子を防いでくれました。でもあの胞子、何か危ない効果があったりするんじゃ。例えば幻覚とか。ゆかりさんたちの盾の後ろにいた方がいいですよ。君大丈夫なの？思いっきり胞子を吸い込んじゃうわよ。うん、これまでたった一人で粘っていたんだ。何か策があってのことだろう。私たちは少年を信じよう。よし、隙が生まれたぞ。それに胞子もやみました。威厳ある見た目をしてますけど、意外と脆いのかもしれません。胞子が厄介ですけど、やんだ今なら。ここは私たちお姉さんコンビが切り込みをかけるわ。ああ、行くぞ。
森の茂みからまたキノコが出てきた。ちっちゃくて手下っぽいです。ひるむな、ゆかりちゃん。その中で切り刻むんだ。え、しばらくキノコが食べられなくなった恨み晴らさせてもらうわ。キノコの素焼き大好きなおつまみだったのに。この穏やかな休暇中に剣を持たせるとは断じて許さん。はぁ、このまま一気に親玉を狙おう。まずい、また胞子を吐き出し始めるぞ。させません。このブッシュクラフトで作ったボウガンで。いやー、皆さん今のうちに。ありがとう葵ちゃん。少年、このまま行くぞ。キャンプを取り戻すのだ。はあ、なんとか倒せたわね。ああ、ずっとキノコの幻覚にやられていたせいで体の動きは本調子ではなかったがね。私たちのことずっと守っててくれていたんですよね。あなたがいなかったらきっとずっと幻覚を見たままあの魔物にも今頃。ねえ、でもそもそもどうして君がここに来たの？私たちが失踪扱い？そういえば飲食店でキャンプ飲みの話を聞いた勢いで出発しちゃってたかも。私も女学院と工場に休みの連絡を入れただけで、美里先生たちには行き先を伝えてなかったです。まったく二人ともダメじゃないか。休みを取るのはいいが、人に迷惑をかけてしまっては。すみません。まあこうして無事で済んだし、それにせっかくの休暇だ。これ以上固いことは言わないでおこう。だがなぜあの魔物はアストライアだけ、いや毒キノコと似た見た目をしていたんだ。多分なんですけど、それに非常に言いづらいのですが、私たちが食べちゃったキノコはあの魔物の菌糸なんじゃないでしょうか。食べられやすい見た目の菌糸で誘って、それを食べた人間、つまり獲物が幻覚を見ている隙に狩りをするという、そんな生態の魔物や生き物がいるってフォレスティアの資料で読んだことがあります。つまり私たちは毒キノコどころか魔物の一部を食べていたってこと？そうなるな。最高の一杯のための最高のおつまみなんかじゃなかったってわけね。だが先ほどの魔物を倒したことで、あの偽アストライアだけも死滅するのではないかな。少年が聞いたという毒キノコの噂がそれだとすれば、このキャンプ場の安全面は高まるというわけだ。もともと森の中に入って行きさえしなければ問題なかったとはいえ、危険な魔物が潜んでいるよりはマシだからね。そういえばあなたもキノコを食べましたよね。というか私たちが無理やり何から何まですみません。確かに気になるね。魔物の胞子も効かなかったようだし、どうして少年だけ平気だったんだろうか。君って理想の自分の姿って思い浮かべたことある？それが何か関係あるのかい？ほら
私たち幻覚の中ではなりたい自分になっていたわよね。それが幸せで幸せでたまらなくて、それにキノコを食べる前3人でそんな話もしてたじゃない。だからそれも関係してるのかなって。ねえ君、例えば超モテモテのイケメンになりたいとか、大富豪になって豪遊したいとか、そういうものってあるかしら。やっぱりだから食べても平気だったのかも。私たちはこのキャンプで自分を見つめ直そうとしていたわけだからね。特に影響を強く受けたのかもしれない。だが少年がいい見本なのかもしれないな。いつも飾らない等身大な君の姿が。そうね、私みたいに見えっ張りじゃないもんね。だから年下なのに頼りにしちゃってて、いつもありがとう君。そうですね、私もポッチ卒業に向けて最近はずっと焦ってばかりでした。一人よがりになってあなたにも心配をかけてしまいました。そんなんじゃいつまで経っても友達なんかできるわけありませんよね。いつも自分をしっかりと持ってるあなたは私の憧れです。さすが BB 団の団長さんです。私たちがキノコを食べている間に焚き火が消えちゃってました。大丈夫、薪なら私とジュンさんがたくさん準備してるから、気を取り直して準備をしましょう。ああその通りだ、休暇はまだまだある。まずは焚き火からキャンプを再開して心を落ち着かせようじゃないか。野営道具は私たちの捜索が長引いた時のため。そっか、休暇を楽しむためにキャンプ場に来たわけじゃないもんね。そういうことなら無理に引き止めることもできないか。待ってください、私今までキャンプと呼ばれることはすっごく落ち込んだ時に一人でやっていました。落ちてる木を集めてテントや椅子を作ったり、食べたいものを食べたい時に楽しんだり、それから夜は静かに星を眺めたり。私のキャンプはそんな一人ぼっちで過ごすものでした。それはそれで私は楽しいんですけどね。でも今回ゆかりさんとじゅんさんに誘ってもらったことで誰かと一緒にキャンプをする楽しみを知りました。テントを並べてお互いに使う道具のことを話し合ったり、みんなで食べる料理を手分けしながら作ったり、それから焚き火を囲んでいろんなことをにぎやかに語り合ったり、まあ料理はいろんな意味で大失敗しましたが、でも3人でやるキャンプはとっても楽しかったんです。こんなこと一人ぼっちでやっていた時には想像すらしていませんでした。私がずっとやっていた一人ぼっちのキャンプにはぼっちキャンプでしか味わえない楽しさが、ゆかりさんとじゅんさんとする3人のグループキャンプにはそれでしか味わえない楽しさが。ということはあなたが加わった4人のグループキャンプにも今まで味わったことのない楽しさがあるんじゃないかって思うんです。きっと日常生活では感じられない気持ちよさや、普段だったら恥ずかしくて話せないことだって語り合えたりするんじゃないかって。だからどうでしょうか、私たちと一緒にキャンプしましょう。ありがとうございます。あなたも一緒ならきっと、いえ絶対に楽しいキャンプになります。では説
影を手伝いますね。ゆかりさんたちもお願いします。え、はい、皆さんコーヒーをどうぞ。冷めないうちに召し上がってください。うん、とっても美味しいよ。高い香りの中にかすかに甘みもあるんだね。普段よく仕事中に飲んでるものとは別物だわ。皆さんに喜んでもらえて嬉しいです。丁寧に入れた甲斐がありました。葵ちゃん、この豆をうちのギルドにも分けてくれないかしら。秋野さんにいいねを出させるわ。そんな、いくらでもお譲りしますよ。リーダーさんや玉木さんにもお世話になってますから。美味しく入れるコツはというとですね、正しい手順を踏むのは当然として、心の中で美味しくなれ美味しくなれって唱えることです。豆と心を通じ合わせることによって本来の美味しさを引き出すことができるんですよ。面白そうだわ。ギルドのみんなで試してみるわね。いやー、この味をまさか誰かと分かち合えるなんて考えたこともありませんでした。はあ、いいですね、グループキャンプって。そうだな、まったくもってその通りだ。ああ、有給消化中だからね。今回ともちゃんたちに休暇を取れと言われたんだ。私には必要ないんだが、気遣ってくれる部下の助言は無視できなくてね。初めはコーチトレーニングをして過ごしていたが、ゆかりちゃんと出会って気づかされたんだ。休むことの重要さにね。私が休暇も取らず常時気を張り詰めていたら、部下たちに緊張が伝わってしまうだろう。そうなってはいざという時に動けないこともある。私がメリハリのある勤務態度を取ることで団全体にいい効果をもたらすことができるだろう。今回のキャンプを教訓に、今後も無理のない範囲で休暇を取ることに決めたよ。もちろん私だけがこうしてのんびりとしていては意味がない。慰安を兼ねて団員たちともキャンプを催してみたいな。あなたもあなただけの楽しいキャンプの過ごし方を見つけてくださいね。焚き火に当たって自分を見つめ直すのもよし、普段話せないようなことを打ち明けるのもよし、何でも自由に過ごしちゃってください。そのためにお手伝いできることなら私は全力で頑張っちゃいますから。それにこの前はランドソルで失礼な態度をとってしまいました。BB 団にあるまじき言動でした。だからそのお詫びも兼ねてキャンプでおもてなしをしたいんです。ゆかりさんとジュンさんは恐れ多くて友達とは呼べませんが、キャンプ仲間だと思っています。私一人ぼっちじゃ大したことはできないかもしれません。でもキャンプ仲間が一緒ならあなたも楽しんでもらえるんじゃないかって。キャンプ仲間、いい響きね。飲み仲間とはまた違う居心地のいい関係だわ。ああ、そうだね。お互いに肩肘張らずに向き合える仲だ。そう言ってもらえて安心しました。私もキャンプ仲間ができて嬉しいです。あなたとは BB 団の同志でありキャンプ仲間にもなりたいです。ねえ、いい話の最中に悪いんだけど、そろそろご飯の準備しない？魔物と戦ったり設営し直したりでお腹空いてきちゃった。それにコーヒーもいいけど、やっぱり麦酒はも捨てがたいの。それにこうして4人でキャンプしてようやく気づいたの。キャンプ飲みってただただキャンプ場で麦酒を飲めばいいわけじゃなかったって。
景色や会話も楽しむ。そんなキャンプならではのおつまみがあってこそ人生が変わるキャンプ飲みなんだわ。だからキャンプ仲間が3人もできた今ならきっと最高の一杯が飲めると思うの。あなたたちキャンプ仲間のおかげよ。ありがとう。そういうわけだからね、ご飯にしましょう。みんなもお腹空いたでしょ。それもそうだね。少年も合流したことだし、改めて食事にしようか。今度はキノコなしでね。それじゃあキャンプ飯にしましょう。皆さんのために腕を振るいますよ。まずはこのおつまみを食べて、それからこの麦シュワを。おお、なんと少年、楽しんでるかい？うん。そうか、私もだ。心地いい風だな。これがキャンプ、これが休暇か。ゆかりさんからBB団に有益なアドバイスをもらいましたよ。私にかかればこんなもんよ。みんなと飲む麦シュアがてな、あ、ひらめきのパワーをくれるよな。飲んでいるのは君だけだけどね。けどみんな楽しそうで何よりだ。はい、ぼっちの私が皆さんとキャンプできるなんて夢みたいです。うん、思い返せばあなたと BB 団を結成してからいろんな出会いがありました。仲良し部の皆さんやリーダーさんに、たまきさん、そして今回はゆかりさんとじゅんさんと。どの出会いもあなたがくれたものです。だからあなたと一緒にぼっちをバイバイしたいです。これからもよろしく。いい話だわ。このキャンプと、そして最高のキャンプ仲間に、乾杯！キャンプ仲間に乾杯！そう、夜はこれからまだまだ飲むわよ。最高の一杯はキャンプ場にある。その情報が果たして本当かどうか確かめてみせるわ。さあ飲むわよ。さてと、そろそろおつまみのことも考えなくちゃね。自然の空気も美味しいけど口寂しいのはごまかせないし、やっぱり私って花より団子のタイプなのかしら。この風、この空気、生き返りますね。自分がどれだけ疲れていたのか思い知らされます。心ゆくまでのんびりしましょう。有給休暇を申請し承認された以上、私には全身全霊で休暇を遂行する義務がある。トモちゃんたちのためにも正しく休むとしよう。やはりこの鎧には青々とした木々がよく似合う。街中だと浮いてしまって使いどころが限られるからな。久しぶりに着られてよかった。疲れた。キャンプって思ったよりも大変なのね。テントの設営から薪割り、それから火起こし、やることが多いわ。冒険に慣れた彼ならこんなにてこすることもないのかしら。なんて言ってくれたりして。彼って頼りになるところも多いし、とはいえ足を引っ張りすぎても冷めちゃうわよね。よし、今のうちにちょっとくらいはできるようになっておこうっと。
そう言ってくれるわよね、優しい彼だったら。さて、いつまでも疲れてないで切り替えましょう。次に来る時までに勉強しておけばいいんだし、今は月下往来よ。そんなことないわよ。お姉さんが不器用だなんてあるわけないじゃない。あっ、私誰もいないのに言い訳しすぎ。最高の一杯を求めてやってきたわよ、キャンプ場。知り合いの姿も見えないし、一安心ね。何せ目的が目的だもの。特に彼に見られたら、なんて言われるか。一杯で我慢しなくていいの？麦酒は最高！って、彼がそんなこと言うはずないじゃない。ああ、私思ったより浮かれてるわね。キャンプハイかしら。なんて優しい彼なら言ってくれるかも。肯定してもらえたら嬉しいし。で、昼間から何を考えてるの？私開放的になりすぎじゃない？そう言われたらそれはそれでいいけど、彼にはまだ早いわよね。よし、いつか彼と飲める日が来た時のためにお姉さんがしっかり予習しておかなくちゃ。そう、やるわよ。パハ、噂で聞いた通り麦シワが進むわ。でも最高の一杯っていうにはちょっと弱いのよね。彼なら何が足りないのか気づいたりするのかしら。やっぱりそうよね、麦シワにはおつまみがないとね。でもそのためには食材を調達しないとだし、おつまみ作りはもうちょっと飲んでからにしようっと。ダメよ、お姉さんをからかっちゃう。いけないいけない、また変な想像しちゃった。実は結構酔っちゃってるのかも私。彼ならそう言ってくれるかも。自然の中で飲みたいからここまで来たんだもの。もうちょっとこのロケーションを楽しまないとね。大自然に乾杯。ただの山ごもりがみんなにとってのレジャーだなんて思いもしませんでした。しかも複数人でも楽しめるタイプの。あんな時団長さんがいたらどんなアドバイスをしてくれるかな。団長さんならそう言ってくれるはず。山ごもりの知識を活用すれば皆さんの役に立ちますし、うまくいけばぼっち卒業も。やるだけやってみましょう。団長さんがいない以上焦りは禁物ですね。とにかく落ち着きましょう。ぼっちが慌ててもいい結果にはなりません。ここは焚き火を見つめて、自然だけにやっちゃって。想像上の団長さんもお茶目ですね。でもおかげで肩の力が抜けたような気がします。よし、自然体で頑張るぞ。早く自然と身も心も一つにしてぼっちスピリットを
で落ち込むのは初めてだし、大丈夫かな。え、今団長さんの声が聞こえたような。幻聴でしょうか。やっぱり疲れてるみたいですね。私史上最高にのんびりして心と体を癒さないと。うん、きっと団長さんならそう言うだろうな。お腹が空いたら元気も出ないし、よし、美味しいものをたくさん食べて元気になろうっと。あ、今あまりに強烈なメッセージが来たような。このぼっちスピリットにビビッとくる感覚は団長さん。離れていてもビビー団の魂は健在ということですね。了解です。自然の中でコーヒーを飲むこのひととき、こうしみろー。疲れたぼっちスピリットに染み渡ります。染み渡りすぎてコーヒーにイマジナリー団長さんが浮かび上がってきました。今ぼっちスピリットに反応が。そういえば団長さんってどんなコーヒーが好きなんでしょう。今度聞いてみようかな。そういえば香りにはリラックス効果があるとかないとか、これは確かめてみる必要がありますね。コーヒーを通してアドバイスをくれるなんてさすが団長さんです。確かに慌てて飲んだら大変ですね。よく冷まさないと。あ、コーヒーの波紋でイマジナリー団長さんがかき消されて。随分とにぎわっているな。キャンプブームというだけのことはある。休暇中とはいえ念のため見回りでもした方がいいだろうか。こんなことを少年に聞かれたら笑われるかもしれないな。ああそうだ、少年ならそう言い回しを変えてくれるだろう。散歩か。自分で言っておいてなんだが悪くないな。いかにも休暇中という響きがあっていいじゃないか。よし、そうしよう。そう申し出てくれるかもしれないな。少年は優しい子だ。私の性分を知ってもなお受け入れてくれる。だが今日のところは私だけで行くことにしようか。そうだ、人の気持ちを理解しそっと背中を押してくれるのが少年だ。きっと私が無理に我慢をしていることも見抜くだろう。休暇中でも私は私、この性分は忘れられない。ならば答えは一つ。キャンプか。いざ来てみるとなかなか難しいな。野営とは勝手が違うようだし、私のような武骨者でも楽しめるかどうか。もし少年がこの場にいたら今の私にどう声をかけてくれるだろう。うん、少年ならきっとそう言ってくれるだろう。家庭のことを考えず休暇を全うすることに専念しよう。よし、トレーニング再開だ。少年の声が聞こえたような。いや、ここにはいないし気のせいだろう。だがきっと少年なら過去の経験を前向きに捉えるはずだ。
私もそうしてみよう。すっかり影響を受けてしまったな。少年ならそう答えるだろうな。私は悪い方向に考えてしまっているようだ。自覚している以上に戸惑っているのか。深呼吸でもして落ち着こう。気のせいだろうか。他の利用客からの視線を感じるような。野営向けの鎧にしたのだが、やはりレジャー施設には物々しかったか。仮に少年だったら受け入れてくれると思うが、どう評価されるかな。おお、私にしては柔軟な発想ができたんじゃないか。少年ならこれくらいのアイデアは出してくれそうだ。早速追加の葉を探しに行くとしよう。楽しくなってきたな。少年がそう言ってくれる姿が目に浮かぶようだ。きっと私が色にもこだわっていることだって気づいてくれるだろう。少し期待しすぎかな。彼なら気づいてくれるかもしれないな。この鎧が持つ機能美と、どことなく愛らしい迷彩柄の魅力に。もしそんなことがあれば、彼にお揃いのものを用意してもいいな。これで勝ったなんちゃってアストライア岳は10体ね。なかなかいいペースじゃない。よし、この辺りで一息つこうか。自然の中では不測の事態が起こりやすい。体力には常に余裕を持っておかないとね。それなら私コーヒーを入れますね。皆さんが元気になるように腕によりをかけて。20体討伐完了。みんなお疲れ様。怪我はないかな。怪我は大丈夫だけど、ちょっとキリがないわね。さすがはキノコの魔物ね。繁殖力が異常だわ。でも諦めずに頑張りましょう。これもキャンプのいい思い出になりますよ。やんややんやで行きましょう。皆さんすごいです。あんなに厄介な魔物を30体も倒しちゃうなんて、さすがすぎます。そんな人事みたいな言い方しちゃダメよ。この成果は葵ちゃんあってのものなんだから。ゆかりちゃんの言う通りだ。我々のうち誰か一人でも欠けていたらここまで到達できなかった。紛れもなく葵ちゃんのおかげだよ。幻覚を見せるなんてよくもやってくれたわね、このなんちゃってアストライアだけ。私たちの認識が甘かったことは事実だが、それを差し引いても狡猾な戦い方をする魔物だ。一刻も早く対処しなければさらなる被害が出るに違いない。そうですね。キャンプ場の人たちのためにも頑張りましょう。ここから先はキャンプじゃなくてキノコ狩りの時間です。絵の具が飛んじゃいません。世界が平和になるまで頑張るさ。これまで私がやってきた山ごもり、
その経験が生きる時が来るなんて思いもしませんでした。しかも達人の領域とまで言ってもらえるなんて。私、皆さんの役に立てるように精一杯、ありとあらゆるキャンプ知識を駆使して頑張ります。ウォッチエルフなりに。安心してられないわよ。逃げる元気がまだ残ってるみたいだし。ああ、それにキノコの毒性を持った魔物だ。おそらく繁殖力もキノコ並みと思っていいだろう。時間を置いたらより厄介なことになりかねない。確かにそうですね。そうならないように急いで追いかけましょう。キノコ狩り続行です。夜になっちゃったわね。しかもまだ森は続いてるみたい。なんちゃってアストライア岳の縄張りに突入って感じかしら。手負いの魔物はより凶暴だ。見境をなくし闇に紛れてキャンプ場を襲う可能性は大いにある。もしもそうなったら大変ですね。急いで追いかけましょう。むしろさっきより生き生きしているような。想像以上の回復力だね。あるいは自分の縄張りだからこそ本来の力が発揮できているのかもしれない。どっちにしろ倒すことに変わりないわ。覚悟しなさい、なんちゃってアストライアだけ。おつまみの恨みは恐ろしいってこと教えてあげちゃうんだから。フラッシュフォーリー、今年が吠えるさ。新ユンユンテンタロクルラッシュ。報酬以上は戦わないよ。疲れる前にこの気迫、これまでとは凄まじさが違うな。出し惜しみはもうなしということだね。みんな、油断は大敵だよ。ねえ、長かったキノコ狩りも終わりが見えてきたわ。もうコテンパンにやっつけちゃいましょう。はい、ここで決着をつけましょう。私たちのグループキャンプを取り戻すために。終わらせよう。中佐、今年が吠えるさ。新ユンユンテンタロクルラッシュ。剣に宿りし光よ、兵が一転。収穫たっぷりで嬉しいさ。見たところ完全に沈黙している。少なくとも戦意は喪失したとみて間違いない。私たちの勝利だ。よかった、やっと倒せたんですね。さーて、厄介者も倒したことだし、キャンプ再開よ。はい、これで心置きなく楽しめます。焚き火を囲んでいろんなことを語り合いたいです。勝ち切りましょう。ちょっとちょっと、どうなってるの。偽アストライア岳の魔物は倒したはずでしょ。残念だが懲りていなかったということだね。やはり親玉格だけあってプライドは高いらしい。おわわわわ、おまけに古墳のキノコをどんどん増やしてます。
よ。相手が数で圧倒してくるのであればこちらは連携して対処しよう。連携？つまりボッチ以上の人数が必要となるチームプレイですね。わかります。今までもチームプレイしてた気がするけど、まあいっか。とにかく子分たちをやっつけましょう。くらいの、ちょっと一緒に入魂、精霊を全て捧げます。オーロラサンクチュアリ、月だらけです。精霊を全て捧げます。オーロラサンクチュアリ。もう一人の私、ミラーミラー、起動の下よ。ニューイヤーバースト、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ。回れ回れ、ニューイヤープリズム。あ、どう、火の化身の降臨だよ。もう一人の私、ミラーミラー、クライマス、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、ニューイヤーバースト。もう一人の私、ミラーミラー、回れ回れ、ニューイヤープリズム。ガンダルの式ドラスだ。火の化身の降臨だよ。もう一人の私、ミラーミラー、ニューイヤーバースト。支援しない、起動ソウル、回れ回れ、ニューイヤープリズム。もう一人の私、ミラーミラー、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、ニューイヤーバースト。よかった、ニューイヤーバースト。くらえ、広いよ。火の化身の降臨だよ。や、回れ回れ、ニューイヤープリズム。お年玉よ、ニューイヤーバースト。そこですか、ニューイヤーバースト。もう一人の私、ミラーミラー、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、ニューイヤーバースト。よし、次々湧いた子分たちはあらかた片付いたな。あとは親玉とその側近らしい子分が2体だけ。ん、親玉キノコの動きがおかしいわね。まるで奥にいる子分に指示を出してるみたいな。あの子分が持ってる武器の先に胞子が集まってませんか？もしかしてあれを投げ飛ばしてくるつもりじゃ。ああ、可能性は高いね。それと先ほどから体が少し痺れるような感覚がある。あの胞子が原因かもしれないな。毒キノコに痺れはつきものよね。奥にいる子分を狙いましょう。しとやかに。ニューイヤーバースト。いいな、精霊、火の化身の降臨だよ。いっさおれ、回れ回れ、ニューイヤープリズム。かわいい、よかった。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、火の化身の降臨だよ。もう一人の私、ミラーミラー、ニューイヤーバースト。回れ回れ、ニューイヤープリズム。クライマス、ニューイヤーバースト。もう一人の私、ミラーミラー、火の化身の降臨だよ。ニューイヤーバースト。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリ、それ回れ回れ、ニューイヤープリズム。もう一人の私、ミラーミラー、
みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、サマーブライトフォース、ニューイヤーバースト、全力エールよ。もう一人の優しいミラーミラー、ゼロ、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、ニューイヤーバースト、サマーブライトフォース、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、もう一人の私ミラーミラー、任せてくださいまし、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、ようやく親玉を引きずり出せたわけだけど、ここに来て威圧感を増してない？今までとは比べ物にならないわ。明らかに強大になっているね。だが私たちなら問題ない。そうだよね、葵ちゃん。はい、ここまで力を合わせて戦ってきたんです。大きなキノコだって怖くないです。心強いね。それに今の私たちには少年がいるんだ。負けるはずがない。ええ、もう二度と暴れないように徹底的にやっつけましょう。それから祝杯のやり直しよ。みんなのキャンプを守るためやり抜いてみせます。これが正真正銘、本当に最後のキノコ狩りです。始めましょう。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、サマーブライトフォース、もう一人の私ミラーミラー、ニューイヤーバースト、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、海の掃除を任せてくださいまし、もう一人の私ミラーミラー、ゼロ、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、サマーブライトフォース、ニューイヤーバースト、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、もう一人の私ミラーミラー、全力、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、ニューイヤーバースト、一打で、サマーブライトフォース、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、もう一人の私ミラーミラー、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、ニューイヤーバースト、もう一人の私ミラーミラー、全力エールよ。すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、サマーブライトフォース、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、もう一人の私ミラーミラー、ニューイヤーバースト、サマーブライトフォース、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、もう一人の私ミラーミラー、ニューイヤーバースト、そうね、サマーブライトフォース、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、もう一人の優しいミラーミラー、ニューイヤーバースト、あんまり見つけないの、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、サマーブライトフォース、もう一人の私ミラーミラー、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、ニューイヤーバースト、よ、もう一人の私ミラーミラー、みんなでおもてなしだ。ミルフェンキングダム、すべて捧げます。オーロラサンクチュアリー、サマーブライトフォース、ニューイヤーバースト、勝ちましたよ、主様。あ、主様、
なんでもない